はい、今回はですね、はい、静岡県の下田市にやってきました。はい、今回はですね、魚釣りに下田までやってきたんですけども、はい、ちっちゃいのいっぱい釣れたね。釣れたね、みんな。あ、マコはもう YouTube ばかり見てた。ちょっとラーメン研究をしてたんですけどみんな釣れてた。そう、はい、ということで釣りも終わったのでこのお店にやってきました。それでは行ってきます。じゃん、北京亭行きましょう。そう、野菜炒め、うん、チャーハンの大盛り、はいはい、月見ラーメンいきます。あ、しばらく待ちましょう。俺来たで。並べてみる。並べてみよう。並べたってさ、こっちが大盛りかと思ったよ。うん、それは思いだった。普通だった。上から、あ、出ていいですか。大丈夫です。これで焼き肉来ました。すごい迫力が。これホルモン炒め。すごい。うーん。いただきます。はい。うん。味がじわじわ出てくるね。すごい。一度初めて食べるかな。でかっ。こんなにあった。カッパの皮流れ。食べたいですね。おお。ラーメン、肉にライカン、うん、すっごいね。
全部が手が盛りだね、すごい量だ。こんなすごかったけど、また思うんだけど、すごいね。はい、食べてきました。いただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。相変わらずデカ盛りやったね。デカ盛りやったね。まこさ、うん、普通のデカ盛りやのにさらに大盛りしてるやん。あのね、あのチャーハン出てきた時に、うん、まず最初にあの一緒にいた人がね、うん、普通のチャーハン頼んでたけど、うん、初めそれが大盛りかなと思ったの。自分もそう思ったね。その場にいた全員がそう思ったと思うよ。あね、うん、こっちが大盛りかなとか、いや普通ですって言われて、で次出てきたやつが倍。あ、倍だったね。大盛り2つぐらいあってるの。あれは本当の大盛りですね。はい、それとまあラーメンとね、月見ラーメンっていうのも美味しそうでしたけども、本当うまかったよ、うん、スープもねコクがあるんだけど、なんかねあんまりねこうちょっと濁ったような味がするのがまた美味しくて、うん、で麺が少しね、あの加水率低め、ちょっとね硬い感じの麺でね、うん、美味しかった。あと野菜炒め、肉野菜炒め、うん、野菜炒めとか、うん、あと、肉ニラ炒めとか、ね、美味しかったですよね。美味しかった。ホルモンもね、ホルモンはホルモン焼きと焼肉はもう安定の美味しさっていうか、すごかった、うん、結構この味が漬け込んである、今日はね漬け込んであったんですけど、やっぱりそれも本当うまかったですね。美味しかったです。前回に引き続き、うん、期待を裏切らない、はい、本当そう。すごい祖父国の外観なんだけどね、本当に驚きの連続でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。